ハロー YouTube にハロー横湾リンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、のんびりとまったりと行くバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。はい、ですね、今日のニュース1個目はですね、不動産関係なんですけども、ジャック・マーね、アリババの創業者のジャック・マーがですね、ここ10年で、不動産なんてものはね、大体白菜と、変わらない、値段になるだろうと、予言していたんですよね。それにもかかわらずね、未だに、もういなくなったか。去年あたりまでね、まだね、買うんだって騒いでるやつがいたんですけどもね、今年のなんか1月あたりまででしたかね。まだいたんですよね。すげえなって思ってたんですけどもね。はい。そんな中でね、武漢の方で起こっている、事件なんですけども、とあるね、不動産デベロッパーがですね、とあるね、開発区をですね、1平米あたり 1.85 万元でね、売っていたんですよね。これが2019年です。それでですね、3年後、今年になってですね、1.3 万元で売っているという、事件がね、起きてですね、しかもですね、このマンションね、まだ出来上がってないんですよね。なんでこのようなことが起こってるかっていうとね、このチャンネルずっと見てる人は知ってると思うんですけども、要はですね、不動産デベロッパーがね、これ先払いなんですよね。先物として買って、それでもうそこでローン組んで、ローンを払い始めるんですけども、それでね、不動産デベロッパーがですね、そのお金をね、丸々どっかに持って行って、どっかで土地買ったりね、していって、どんどんね、拡大をしていっていたんですよね。それでね、それが限界に来て、最近ね、なかなかその、マンションそのものを、建てられなくなってきたという事件がね、中国中でね、起こっているんですけども、それでね、最近ね、どんどんみんな限界に来てですね、不動産が売れなくなってきたと。そこでね、まだ、完成してない不動産なんだけども、値段を下げてね、売りさばこうとしたところ何が起こったかっていうと、今までに買った人がね、ふざけんなっつってね、騒ぎ出したということで、それでね、この不動産デベロッパーはね、なんつうのかな、結局、同じ値段に戻したのかな。それで非常に困っていると。同じ値段に戻したということはね、まず売れないということなんですよね。それでね、この不動産デベロッパーが、やっていけなくなったらね、またデフォルトがね、一個起こってしまうと、いったね、結果に、なってしまうんですよね。はい、それでですね、もう一個、次なんですけども、上海のね、金安数っていうところにですね、ヒルトンがあるんですね。ヒルトンホテルがあるんですけども、そこがですね、かなりの安値で、売り出されているということがね、話題になっていてですね、大体ですね、3万元でね、1平米あたり3万元で売り出すということで、大体ね、もちろんね、ホテルと一般のマンションというのはちょっと概念が違うんですけども、一般のマンションだとね、9万元ぐらいなんですよ、西安寺はね。西安寺だと9万元なんだけども、このホテル、ヒルトンホテルはね、3万元で売り出すと。ホテルとその一般のね、住民用のマンションが違うと言ってもですね、ここまで来たかというぐらいね、ちょっと下がっているということで、話題になってるんですよね。少なくともね、このヒルトンがね、やっていけないって、自分たちでやっていけないと思ってるからね、売り出そうと思うわけなんですよね。西安寺のヒルトンですよ。上海に住まれてる方はね、西安寺がどんな場所かっていうのはね、分かってると思うんですよね。はい、そんな感じでね、次なんですけども、中国の、中央政府の方からですね、今年はですね、5000億元の、地方債を、発行するということでですね、さっき言ったね、マンションがね、売れなくなってきたということで、家という漢字は、屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内でマンションを買うやつはね、豚という意味だったんですよね。それでですね、中国国内ではね、恋愛感情をね、一切持たない中華メス豚というのが9割を占めていて、オス豚のマンションと交配と繁殖のね、権利をね、トレードするっていう畜産業を、形成していたんですけども、
でね、そのマンションのね、あの価格、まあ、例えばマンションが5000万だったらね、あのそのうちね、あの3500万ぐらいがね、何らかの形で、あの税金として、あの取られていっていた、わけなんですよね。それで今まであのやってきた、わけなんですけども、それがね、もう限界に来ても取れなくなってきたということで、まあ今年はね、まあ5000億、元の、地方債を、まあ、だから、5000億元っていくらだろう ?5000 億元ってまあまあ、1兆円ぐらいのね、あれを発行すると、1兆円で10兆円かな?まあ、10兆円ぐらいのね、あれを発行すると、地方債を発行するといった状況にね、なってきてるんですよね。で、今までに発行した、なんていうのかな、その地方債っていうのがですね、6、万億元ということで、6万億元ってですね、6兆元のことですね。大体日本円にするとですね、120兆円ということで、地方債がですね、地方政府のね、出している債権がそのぐらいということで、まあそこまで膨らんでね、来てると。まあこれ地方債ね、6兆元ですよ、6兆元。それでですね、まあもう一個なんですけども、まあ外貨、準備率でいいのかな、外貨準備率をですね、8% からね、6% にまで、下げるということで、まあ、要はね、国内に、流通している、まあ、外貨の量がね、増えるということなんですけども、なんていうのかな、やっぱね、例の病気の、に対するコントロールのせいでですね、外国企業がやっぱ逃げていってるみたいなんですよね。それでね、外国企業も引き上げるときにね、結構ね、これ、中国国内からね、なんていうのかな、お金を、ちゃんとした、外国の法人が持っていこうとしたら、まあ、その契約上でね、ちゃんとしてるお金を、持っていこうとしたら、これ、ちゃんとした手続きを取れば、可能ですよ。うん。可能なんですけども、まあ、最近ね、どうも、かなりの多くのね、外国企業が、外に出て行ってるということで、こうやってね、外貨準備率でいいのかな、日本語で、を下げざるを得なかったと。まあだからね、それでもね、中国国内ね、外貨が足りなくなってきたら、結構困るんで、最近ね、もう旅行に行くなと。中国外で、なんつうのかな、まあ外貨をね、消費するなと。まあそういうふうに、ね、なってきてるんですよね。それでね、パスポートがね、なかなか出ないと。それで最近起こった事件なんですけども、誰かがね、パスポートを、申請してですね、本来の、そのパスポート申請するときにどこに行きますから、そのパスポートを出してくださいって、まあ、頼んだらしいんですよね。そしたらもう結果的に全然違うとこに行って、それでパスポートを、日本語でなんていうのかな、パスポート取得詐欺みたいな。そんなことをね、やったらしいんですよ。そんな罪あるのって、それでね、中国国内でね、話題になってるんですよね。ていうか、普通にパスポート申請するって、理由が必要なのと。それ、ただの単なる、普通の人の権利じゃないのと。そういうふうにね、言われているんですよね。はい、次なんですけどもね、まあ、借金の問題なんですけども、中国ね、鉄道ね、新幹線バーって作ってるじゃないですか。で、新幹線だけ、その、中鉄だけかな、中鉄でいいと思うんですけども、新幹線だけで、6万億元、まあ、6兆元のですね、負債があると。一社だけでですよ。で、さっき言ったね、中国全体の地方債がですね、6兆元ということで、まあ、それと同じだけの、負債をですね、まあ、鉄道会社1個だけでね、抱えているということですね。ちなみにですね、最近出てきてないんですけども、皆さんの大好きな恒大グループあるじゃないですか。恒大グループがですね、2万億元ですよ、2万億元。まあ、中国最大の不動産デベロッパー、まあ、宇宙一の不動産デベロッパーと言われているね、恒大グループで2万億元、まあ、2兆元ということで、それの3倍で鉄道会社だけであるという状態にね、なってきたんですよね。そんなね、鉄道会社なんですけどもね、北京、上海間がね、ものすごく儲かっていたんですけども、その路線もですね、800億元のなんか損失を出していると。
まあ、非常にね、やばい状態になってきてるということでね。まあ、そもそもね、例の病気のせいでね、そんなに簡単に、新幹線とか乗ってどっかに遊びに行くとかね、できなくなってきたんで、まあ、怒るべくして怒ってるわけなんですけどもね。それでですね、この、六兆元という、それ多分ね、利子だけで多分年間3000億元とか、なんか そんな勢いでね、払っていかなくちゃいけないんで、これはね、非常に厳しい、状態にね、追い込まれていくんじゃないでしょうか。まあ、日本はね、確かJR は、まあ、どっかの時点で、さっさとほら、民営化しちゃって、まあ、今ね、ちょっと負債とかね、ちょっと返していってるところだと思うんですけどもね、多分というか、もう確実にこの中国のね、鉄道の、この負債っていうのは、それ以上に膨らんでいってるんで、てか、どんどん膨らんでいってるのに、なんつうのかな、まあ、スルーしてきたんでね、まあ、これからね、さあ、どうなるのでしょうという、話ですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。せいちゃん。